さんこんにちは。フリー広報の野澤です。この動画では会計フリーと連携して使える API アプリを開発チームと一緒にご紹介します。本日ご紹介する API アプリは決算書の作成をサポートしてくれる決算サポートアプリです。開発に関わった皆さんに機能を詳しく聞いてみましょう。まずは自己紹介をお願いします。はい、私フリーでアプリ開発を担当しております永井と申します。よろしくお願いします。私はフリーで決算申告関係の開発を担当しております高木と申します。よろしくお願いいたします。それでは早速アプリのご紹介をお願いします。それでは決算サポートアプリのデモを始めたいと思います。こちらは会計フリーにログインをした直後の画面になりますが、この決算サポートアプリはこちらの検索のマークのところから、中段にフリーアプリストアといったところがありますので、そちらを押して決算サポートアプリを選択して、アプリと、会計フリーをこうつなげるところから行います。現在、このサービスちょっとリリース前のため、こちらのサイトには掲載されていないですが、本来であれば、連携アプリの、アイコンを選択していただくと、このような画面になります。で、現在ログインしている、事業所と、同じ事業所を選択をして、このアプリの連携をスタートさせます。でアプリと会計フリー、2つのタブに分かれているのですが、それぞれ、裏で連携しておりますのでご安心ください。まず最初のステップでは、事前確認としまして、さまざまな設定の確認を行っていただきたいと思います。でまず、決算を締めるにあたっての会計期間を確認しましょうということで、会計フリーから取得したデータをこちらに表示しています。でもし会計期間が違うといった場合には、こちらの会計期間の修正というのを押していただくと、会計フリー本体の画面から、期間を修正することができます。特にご注意いただきたいのは、1期目の法人様ですと、こちらの会計期間のスタートのところを、会社の設立日にする必要がございますので、ご注意いただければと思います。でその後に、口座の登録、それから1年分の取引の登録、こちらのすべてが、終わっている事業所様が対象のサービスとなりますので、例えばまだオンラインバンキングですとかクレジットカード、その他の、同期設定、利用明細の登録が終わっていない場合、それから、発行した請求書だとか受け取った請求書の取引の登録が行っていない場合には、それぞれのヘルプページを参考にしてすべての準備を、終えていただいて進んでいただきたいと思います。ステップ2では、この事業所に登録してある銀行の口座の残高をチェックいたします。具体的には、登録残高と同期残高と表現しておりますが、登録残高というのは会計フリーの中に取引登録された残高、そして同期残高というのは銀行の明細ですと、いわゆる通帳に記帳されている額の、確認を行います。で見ていただくと、三井住友銀行は、登録残高、同期残高ともに、金額が一致していて、差異は0円、青色のチェックマークになっております。こちらのチェックマークが、それぞれの口座の今の残高のズレが発生しているかしていないかといったところを対象に表示をしております。で見ていただくと、みずほ銀行については、登録残高と同期残高の差異がマイナス10万円と出てまいります。こちらのちょっと要因を、こちら3つのですね、観点からこのアプリでチェックしておりまして、まず売掛金、未収入金の、決済登録が、あるかないかといったところをシステム的にチェックします。こちらについては対象となりそうな取引はないということになります。続いて、支出の取引登録が漏れていませんかということで、自動で経理から出勤明細の取引登録がひょっとしたら済んでないからずれているのではないかということを会計フリー本体の方で確認したいと思います。会計フリーの方で、自動で経理の画面に、飛んでまいりましたが、見ていただくと先ほどのみずほ銀行で、レターパックの10万円の出金といったところがあります。こちらの取引の登録が済んでないからだと考えますので、貯蔵品という勘定科目を選んで登録というふうにやって、いわゆる自動で経理で、明細が、存在していて取引が登録されていないものの登録を先ほど行いました。そうしていただいて最新データに更新というところをアプリの方で押していただくと、先ほどマイナス10万円の差異があったところがゼロになって消えているのが分かるかと思います。
で続きまして、3つ目のオーシャン銀行という仮の銀行では、登録残高同期残高ともに、300万円台になっておりますが、債として27万円発生しております。こちらも先ほどの観点に基づいて、チェックしていきますと、自動で経理がこのオーシャン銀行の銀行明細に関してだとかなりまだ取引登録されていないといったことがわかります。これら1件ずつを取引登録していただいて最終的にこちらに戻ってきていただく必要があるのですが、その他、買掛金、未払い金の観点で似たようなことがないかということで、チェックした結果、1件の取引ですね、これは達成日7月15日で、支出の取引、期日としては7月31日に設定しているものの未決済になっている取引、これを表示しております。でこちらの支出に関しては取引先に支払い期日を8月31日に変更いただいた経緯があると仮定しまして、例えばこちらを正しい決済期日にして登録を保存いたしますと、もう一度こちらに戻って最新データを確認というような形にやると、先ほどの買掛金関連のチェックで出てきた取引といったところは消えて決済日が後ろにずれているというような形になっております。であとはこちらで自動で経理で、まだ取引の登録が済んでいないものを、それぞれ取引の登録をしていっていただいて、最終的にはこちらの銀行口座でも差異がゼロといったところを目指していただきたいと思います。で最終的に銀行口座の残高のずれがなくなった段階で、あと決算を作るにあたっては決算整理を行っていただく必要があります。でこちらでは、主に2つの観点、固定資産の、登録をする必要があるかないかといったところと、残高がマイナスになっている勘定科目の項目がないかといったところをチェックします。で、こちらでは、今でも事業所の方を IT というふうに、業種を設定していますので、例えばソフトウェアの、形状を行う取引が必要がある取引があるかどうかといったところをチェックした結果、この勘定科目に対する、対象となりそうな取引はないといったところを、チェック結果として表示しております。であとは、期中の取引によって残高がマイナスになってしまった、何らかのミスによってマイナスになっている、勘定科目がないかというところをチェックしたところ、短期借入金という勘定科目が、期首の残高が、0円にもかかわらず、期末の残高がマイナス23万円というちょっとマイナスの勘定科目という、決算を占めるにあたっては少し確認しなければならない、状況をチェック結果として表示しております。でこちらの詳細についてはこのアプリではなく会計フリー本体の方で確認いただくような形になります。で以上で残高を合わせて、勘定科目のずれ、勘定科目のマイナスになっているもの、それから固定資産の取引を登録するものがないかといったところを確認しようするところまでがこのアプリでできることになります。で最終的には決算書を作成し申告納税を行う際に、もし不安なことがあればフリーの方で提供している税理士検索フリーというサービスがございますので、こちらで顧問税理士様を見つけになって、決算を、進めていただくということもお勧めしております。以上になります。永井さん、ありがとうございます。ちなみにこれは会計フリーのどのプランで使うことができるものでしょうか？はい、こちらは会計フリーのユーザー様であれば、プランの制限関係なくどのプランの事業者様でもご利用になれます。ありがとうございます。ちなみに使用するにあたり料金はかかりますか？はい、こちらの決算サポートアプリ含め現在、フリーアプリストアに掲載しているアプリについては、基本的には無料で、お使いいただくことができるようになっております。ありがとうございます。高木さん、どのような方にこの決算サポートアプリをご利用いただきたいですか？はい、私は、税理士でもあるんですけれども、今回このアプリをご利用いただきたい方はですね、ご自身で会計フリーを作りながら使いながらご自身で決算申告作業をやりたいと思われているユーザー様および、例えば申告業務だけ会計事務所さんにお願いしたいと思っている方、どちらの方も対象かなと思っております。どういった、形で決算申告を行うにでも、結果的に会計の数字が正しいというところが大前提になっています。税理士さんにお願いするにしても、ご自身で記帳した結果が正しいというところが非常に重要となってきています。
でその正しいかどうかというのが、一般的には、預金の残高でしたり、いわゆる貸借対照表と言われている項目の残高がまず期末日の時点で、合っているかどうかというのを見ることが非常に重要となっておりまして、で、その、チェックの項目として先ほど永井さんが紹介していただいた通り、預金の残高の一致の確認でしたり、マイナス残高がないかどうかの確認などをこのアプリの中で行うことができますので、このアプリをご利用いただければある程度の正確性というのが担保できる状態になるのではないかなと思っています。ありがとうございます。このアプリを使えば決算は 100% 大丈夫でしょうか。はい、では私が、税理士としての立場からお話をしようかなと思います。結論から言いますと、このアプリを使って、絶対に100点になるというわけではないです。でただですね、会計処理の、正確性、決算の正確性を抑えるという観点では非常に重要な観点として、預金の残高が、通帳の残高、まあ、この、画面でいうと同期残高と登録残高が合っている状態と、あとは、各種主要な決算整理ですね、こちらのアプリでいきますとマイナス残高が、ないかどうか、固定資産の等とかなされているかというような主要な決算整理が行えている状態であれば、ある程度の正確性は担保していると言えます。ですので、完全に100点というわけではないんですけれども、預金の残高に差異がない状態でしたり、マイナスの残高がない状態、これらが担保されていれば、最低でも、一般的な正確性という観点はクリアできるのではないかなと考えています。ありがとうございます。永井さん、会計フリーとの連携はどのように行うのでしょうか。はい、会計フリーとの連動は、会計フリーにログインしていただいた画面で右上の方に検索ボタンがありますが、こちらでフリーアプリストアといったところを選択いただくと、決算サポートアプリというのがこちらに表示されます。現在ちょっと開発中のためこちらに出てきませんが、こちらに表示されて、それぞれ、ボタンを押していただいて連携というような形をやっていただくことができます。ありがとうございます。以上が今回のお知らせとなります。ぜひ多くの方にご利用いただけると嬉しいです。今回ご紹介したアプリやフリーと連携して使えるさまざまなアプリが掲載されているフリーアプリストアに関しては概要欄にリンクを掲載しておりますので、ぜひそちらからご覧ください。フリーでは今後もプロダクト機能のアップデートやスモールビジネスの方に向けた情報配信を YouTube で定期的に行ってまいります。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。